阪ラジオ大阪はちょっと まだなんかそのアンダーグラウンドちょっと待ってください、アンダーグラウンドで、ちょっと待ってください、ね、大阪をレペゼンしてくれてたんかっていうその感謝もすごいっすね。それよく初めてのラジオ大阪で言えます、ね、初めて出たラジオ大阪でよくそんな、いやだって、はい、マジでアングレーもそのなんか場所の感じが、どうですか初めて来たラジオ大阪、あちなみにこれいろんな今から今日初めて来たラジオ大阪スタジオの話をすると思うんですけど、はいはいはい、1個だけ、はい、絶対に場所の話はしないでください。そうなんですよね、場所は注意されましたか、うん、場所は言わないでとは言われました。これ今もう僕が言ってからあれなんですけど、振りとかじゃなくてガチで言ったらなんですよ、だから怖いんですよ、ね、だからアンダーグラウンドなんやろって、だからそういうところがほらもうだめっちゃアンダーグラウンドですもん、うん、いやこれ場所言ったらあかん、ちょっと待ってください、これ R さんにラジオ大阪ディスられたら泣いちゃうぞみんなこれもうディスのプロに攻めさせたらディスとかじゃなくて、まあだからこう今俺らがおるのは都内では、あそれは大丈夫です、ね、それはいけるっすよね、それ限界です、はい、都内でそこ限界、そこ限界です、めちゃくちゃあんぐらいやんで、なんかそのどうです、どうですとかね、いなんかどうですっていうのは難しいですけど、まこう、まあ、他のいろんなラジオの放送局と比べてみて、うんうん、だからそのいろんな局行ってますよ、はい、もちろん俺はその、まあ、日本放送もそうやけど、さっきも言ったその大阪のいろんなラジオ局も行ってる、はい、だからやっぱりとりわけラジオ大阪がアンダーグラウンドなんやなって今日思ったのは、はい、そのまずまあ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 その雑居ビルのなんか横のなんかほんまに猫とか死んでそうな道細い道の赤いコーンをまたぐところから始まったんですよね、こっちですって言って、えその赤いコーンなんかチャリとか置いてある、その赤いコーンまたいでロック外していきなり地下駐車場の中になんか電子ロックビビビってやって開いたら、ね、そのズンってなんか地下駐車場に入っていって急にね急にきあいや別世界に入り込んだ感じで、急に地下駐車場入っていって、うん、でこうパッて横見たらなんか中国の置物陶器かなんかで全部見られてる、陶器で作られて、いや事細かく見られてるとかもう目に入っちゃう、いやあれ入るっすよ、しかもなんかあれ よくないっすよ、なんか怖い置き方もなんかなんか白青白そうでなんかそう陶器で使って牛かなんか虎か分からへんで、その白い牛のボディに赤でなんか文様みたいな、ね、文様なんか漢字みたいな書いてあって、うん、で怖い置物が並んであるところをちょっと下がったらもっと下がるんですよね、一回ズンで下がってんのに、そう、うん、そう、ま、さらに地下に入っていくんですよ、うん、そしたらなんかセダンがなんか古い BMW で止まってるあまだ止まってんの、あれ一周動くことないんですよ、なんでなん、あれずっと止まってるずっと止まってるじゃないですか、でもたまに帰りますよ、はい、この放送1時に終わって帰ろうと思ったら、要はその駐車場に入ってくるシャッターが閉まってるから横にから入るじゃないですか、はいはいはい、シャッターの目の前にぴったりついてるときはその BMW なんで、でも駐車場から出ることはないです、あの BMW が怖っ、シャッターの目の前にぴったりついてるの駐車場の中でだけ、あの坂道が上がっていくとシャッター出て、要は道路に出るじゃないですか、あの坂道にぴったり止まってるときなんですよ、なんでそこまでは行けるんや、でもあの建物から出ることはないです、あの BMW が誰が動かしてるかも分かんないです、だからな、俺なんかちょっと怖いさを感じたんですよ、その中国の置物といい、うん、そのセダンといい、んでなんかちょっと見たらなんか紐みたいなんで結んで、そこに雑巾とかゴム手袋とか干してあってで下になんか青いバケツ置いてて水浸しになってて、改めて聞くと人が半地下感もあるとか、そのパッパラサイ、うん、なんかちょっと半地下感、いやそうなんだって、暗さとか照明はついてるけど、なんか友達の風呂の匂いみたいなもすごいなんか何ここで、まあ、でも慣れちゃってるな、その一応駐車場だけでも衝撃やねんけど、でこっちですって言ってやっと建物の中にエントリーできるわけですよ、はいはい、で駐車場から抜けて建物入ったらいきなりちっちゃい階段、そのちっちゃい階段のところに、うん、なんか植木鉢と、うん、その上の段に何にも入ってない鳥かごで、その何もでその何も入ってない、しかも階段の真ん中とかに置いてあるんですよ、邪魔なで、その何にも入ってない鳥かごの何も入ってない鳥かごの止まんなくなっちゃう、鳥かごの上になんか赤い紐で吊るした猫のぬいぐるみみたいなぶら下げてるもうなんか呪物やんこれ、なんかその特急呪物みたいな、そうもうなんか鳥かごと猫の人形とさっき見たあの白い牛の置物のなんか位置関係で鬼門かなんか塞いでんのかってぐらいの怖この場所、
良くない風水を感じますね。なんか、ね、なんかを封じてるとしか思われへん位置関係、うん、そんな場所になくていいもん、鳥かごも怖っと思ってトイレ行こうと思った。当然和式、当然和式やし、なんでそのタイミングでトイレ行かせちゃうんだよ。誰だよ誘導したスタッフ。まだちょっとトイレはって言えって。怖すぎるから順番が。もう順番ぜフルコースちゃんとホラーの上上がらしてから行かせれば和式バレなかったのにさ。めちゃくちゃ怖いビルです、そもそも。ね、ほんでなんかんでやっとエレベーター上がって、うわ こっちですって通されたところ入ったら、ラジオ局のはずやのになんかベース弾いてるやつおるし、おい帰らせろってそいつ。ラジオの仕事してなんかそのベースデスクさベース弾いてるやつ生意気ですよ。ましためちゃくちゃやりたい放題やん。ちょっと帰らせろってそいつ早めに。 で楽屋ですって言って楽屋通す。まあまあ楽屋はね全然普通かなと思って楽屋入ったら、なんかその粗大ゴミから拾ってきたソファーでしょあれ。だっていやだって肘掛けもそのでその部屋通したんだよ。肘掛けも割れてるし、はい、後ろのなんかそのなんかむき出しになってるし、なんか白い肉とかデロンデロンになってる。デロンデロンになって、あれはもう粗大ゴミか拾ってきたソファー。皮破れて肉丸見えのでしょ。なんかなんでその部屋通しちゃうんだ、うん、あるさんに。で、あここにもあるんや。控室にあの俺のその壊れたソファーの楽屋にもありましたけど、鈴木さんの後ろにもあるっすね。ガンジャね。ダメダメダメ。ガンジャ。もうええんや。ラジオ大阪は。さすがアンダーグラウンド。映し込むわけないじゃないですか。ミクチャのカメラにわざわざ。バチバチに栽培してるやん。いや栽培はやばいよ。いやそれやばい。そのまあその使用はまだ日本ではあるが、所持と栽培。営利目的やってその量は。営利目的の量をそのもう完全に気がなってしまってるもん。それが楽屋にもあったんです。ちゃんとしたあの植木鉢にズーンってガンジャの木が刺さってて、タイマーがダメですよ。これいくらラジオとは言う、散々僕も言ってきて、もう三四郎さんにも散々言われて、ね、番組のお世話に言って、うん、なんで誰も勝たさないのこれ。めちゃくちゃです。なんで置きっぱなんすか、うん、でもトータルで大阪ではある。大阪ではガンジャが当たり前になっちゃうから、じゃあ、うん、ガンジャそのあの粗大ゴミから拾ってきたソファー、このビルの感じトータルで全然大阪、むちゃくちゃ大阪、ラジオ大阪、めちゃくちゃラジオ大阪。初めてなんでこれは。あるあるとかないで、今でも俺の中でのこのラジオ大阪の西戸はぐんぐんに上がってます。これは大正解。そうそう、ベース西戸はあると、めちゃくちゃ西戸のあるラジオやってること、建物の曲としてね。そう、建物の森的にも。それは良かったわ。それは良かった。めちゃくちゃに、でそのなんていうかな、そのなんかちょっとあの錆びれた感じとかを僕言いましたけど、はい、でもなんていうかな、ブース自体はほらなんか真っ黒のなんか防音のね、うん、なんかあれがあって、うん、はい、完全になんか悪いことするための部屋みたいな感じもある。あ、そうですね、これも全然大阪感。それ大丈夫、いいのそれ、いいの。大阪とか大阪出身の東京で金持ったやつが悪いことするような部屋。関西弁の太った社長が、関西弁太った社長が良くない飲み会開いてるみたいな、関西弁のテカテカのやつになんかこう用意させての部屋。あいつらがイメージね、あいつらの部屋。いやいや、イメージですよそれ、あくまでいいのその町出身なこと。本当に大阪しょしょってるんですよ、ね、大阪しょってるしょってるしょった上で、やっぱそのそこも含めて、いいそうそうそう、あそこまで込みで愛してあげてるっていう、せいだか合わせ飲んで大阪ですからね。いいのその町しょってるって言って、その町の代表って言ってましたよさっき。だからそのいや全然その悪いとことかさ、なんか人間味あふれる人間のいろんな部分がむき出しになってるとこが大阪の素直だから、だから今んとこ俺はめっちゃいい感じです。もうラジオ大阪すげえ落ち着くまでありますかね。だから結構懐かしいってこともだから、いや全然だから正直その半地下感とかも懐かしいよ全然。俺の地元いや地元帰って言いそうなるぐらい全然再現度は高い。都内でここまで大阪のあらゆる大阪意識してなかったけどな。その大阪の中でも、ああ俺の地元寄りの大阪ねって、その南のとか北のギラギラの大阪の、いろんな大阪を再現できてるっていう点ではもう都内でこんな大阪作れるんやっていう感じ、うん、だからなんかそういうところをなんかいじってるんやとしたらちょっとずれてるかもわからないですね、西戸的に。なんかここをなんかああみたいな納得というか、そう落ち着くって感じになっていった方が西戸は
高まる、ね、今週もふるさとに帰ってこれたぐらいのモチベーションが正しい気持ちの ただいまという感覚だ。普通の東京の放送局でここでやってたら変だけど、そうなんですよ、東京でこれってっていう、これがだから、だってスタッフも結構みんなあれでしょ、大阪あのなんか同じ地元の人も多かったんです、さっき話したら。あ、放送が始まる前になんか、うん、みんなで盛り上がってましたね。なんか堺市の地元がもう、まあ、めっちゃ近くやみたいな。そう、仙北高速鉄道っていうその俺の地元の線があるんですけど、そこの3駅いましたから、ここにスタッフスタッフ3駅分おった、まあ、俺の地元の駅の隣の駅の人、うん、その先の駅の人、めちゃくちゃ近くの人ばっかりで構成されてる。だからあのブース内であれでしょ、そういろんな人が来てここのこといじったりとか、はい、え鈴木さんも変やって言ってるでしょ、だから多分ずれてるんすよ多分鈴木さんが。みんなは当たり前と思ってやってる。だって僕がこの曲のこといじってる時キョトンとしてますもんね、やっぱりピンときてないそうそう、全然で、いや大阪感を出してみただけなんですけどっていう、で大阪のリアルが詰まってます、ね、ガチ大阪、ここがガチ大阪ガチ大阪どうですってラジオやってて左腕にでっかいマグナムの叩いたディレクターに9振ってもらうの全然大阪マグナムの9だって僕はもうあんなのとか怖くて仕方ないです、やっぱ関東の近辺出身の僕からしたら、うん、全然アメ村とか行ったら ああいう人いっぱいいますよ、アメ村とかにああいうタトゥーの人おるし、なあのマグナムだけやったらあの東京にもおるかもしれない、マグナムのすぐ上にライオンの顔入ってるめちゃくちゃ大阪あれはあのブラジルし素晴らしい、その上に鎖もあるからめちゃくちゃ大阪、あの人むっちゃ大阪、めっちゃ大阪乗せるやん乗せるやん、リアルだけ、これ FM アメブラ続きましょう桜橋919